ロパレにあるセルビア正教会の聖堂ウグリエビクの高校、センベリア、セルビア語、ボスニア語、クロアチア語、センベリジャ、発音、S、ミリバールリジャは、ボスニア・ヘルツェゴビナ北東部を表す歴史的な地域区分である。地域の中心となっている都市はビーエリナであり、ビーエリナ地方とほぼ同じ範囲を含む。センベリアは、ドリナ川とサバ川。 マイエビサ山に挟まれた地域を表す。センベリアの大部分はスルプスカ共和国に含まれるが、一部はボスニア・ヘルツェゴビナ連邦にも及ぶ。センベリア地域の住民は20万人ほどであり、多くがビーエリナ市に住む。記録上、センベリアの名称はオスマン帝国統治下の1533年にまで遡ることができる。 この名称はハンガリー語に由来していると考えられ、ハンガリーによる支配が繰り返された12世紀から16世紀までの時代に名付けられたものと推定されている。センベリアには以下の自治体があるタルバ修道院はビーエリナ市の南東部に位置している。その正確な設立時期は明らかではないが、修道院の記録によると、セルビア王ステファン・ドラブティンの息子ブラディスラブとウロシッチによって、 設立されたと伝えられている。第二次世界大戦時には薄他者による破壊を受けたものの終戦後に再考された。ありがとうございます。